日産は2021年11月24日、セレナに特別使用者の XVR を設定し、同日より発売しました。専用のフロントバンパー装備。日産は2021年11月24日、セレナに特別使用者の XVR を設定し、同日より発売した。合わせて、セレナ専用の日産ディーラーオプション品である、 電子シェードも発売した。今回発売する特別使用車、XV エアロは、セレナの XV グレードをベースに、外装の一部を刷新、ワイド感と低重心を強調しながら、洗練された存在感を放つ外観となった。外装は、XV エアロ専用のフロントバンパー、ハロゲンフォングランプ標準装備を装備、このほか、 サイドシルプロテクター、リアエアロバンパー、LED リアコンビネーションランプを標準装備、スマートシンプルハイブリッド車に w d には16インチアルミホイール、スマートシンプルハイブリッド車 4WD には15インチアルミホイール、そして E パワー車に w d には専用15インチアルミホイールを装備、また内装は抗菌加工を施した。 XV エアロ限定のシートを採用するとともに内装色はブラックで統一。なお、オーテックジャパンはこの特別使用車をベースとした車中泊仕様のマルチベッドを設定し発売した。セレナの特別使用車 XV エアロの価格、税込みは289万3000円から340万3400円。